どうも動画人のターナーです。今回ですねダヴィンチリゾルブ17のプラグインですね、デハンサーというプラグインについてご紹介したいと思います。でこのデハンサーなんですけれども、簡単にですねいい感じに、色の調整とかですねあとエフェクトをつけることができるというプラグインになります。ではホームページですね早速見ていきたいと思います。でこれがデハンサーのホームページなんですけれども、これデハンサープロっていうものがあるんですけれども、いろんなエフェクトですね入っていまして、プロの現場でもですね使えているような結構高度なフィルムエミュレーションということで、色のプリセットとかですね簡単に使うことができるものになります。これはパッケージになっていまして349ドルというお値段になります。で結構いい値段するんですけれども、このプラグインを使うことによってで、いい感じにですね映像に色をですね入れていくことができるようになります。でこれらですねプロではないバージョンですね単体で利用することもできますので、これ Mac 用をですねダウンロードしていただくとウォーターマークがあるんですけれども、このウォーターマーク付きでどういったエフェクトが使えるかっていうのは確認できますので、ぜひ購入を検討されている方はですね購入する前にこのダウンロードですねしていただいて、実際にどんなものかをお試しいただいてから検討いただければと思います。で概要欄に 10% オフのクーポンコードですね貼っておりますので、それらもよかったらですね活用いただければと思います。で、フルパッケージがこの349ドルのものなんですけれども、単体でもですね購入することができますので、まずは試してみてですね使えるかどうかっていうのを判断していただければと思います。はい、それでは早速ダヴィンチの画面で進めていきたいと思います。でディハンサープロの使い方なんですけれども、インストールしていただくとこの OpenFX の中のこのフィルムエミュレーションですねライブラリーの一番下でですねフィルムエミュレーションという項目ができまして、ディハンサープロというのが表示されるようになります。でこれを使いたい場合はディハンサープロをこのノードにですねドラッグします。するとこのようにですね設定画面で細かくですね調整することができるようになります。でこれデフォルトでですね色が変わったかと思います。これコマンド D で、オンオフできますが、コマンド D で、オフにするとこれビフォアの映像ですね。でコマンド D で、色をつけるとこのようになってるんですけれども、これはですねディハンサーのデフォルトがこのフィルムですねコダックビジョン 3250D というのがついていますので、この色味がついています。でこのフィルムのプロファイルというところでですね、他の色味にも変えることができます。例えばコダックポルタ400だとこういう色味になったりとか、あと自分が結構好きな富士フィルムのですねエテルナですね、富士エテルナビビットっていうのを選ぶとこのような色味になったりして、ここでですね簡単に色味を変えることができるようになります。では今回はそうですねちょっとシンプルなやつを使っていきたいと思いますので、じゃあ今回富士カラープロ 400H というのを使っていきましょう。でこの順番にですね使い方なんですけれども、このフィルムの部分ですねオートエクスパンドというのがあるかと思うんですけれども、このオートエクスパンドをクリックするとこれ自動でですねコントラストを調整してくれます。なのでここスコープですね見ていただくと、このオートエクスパンドを外すとコントラストが狭まったかと思うんですけども、これを押すとですね簡単にコントラストを調整してくれます。ただ個人的にはですねこれはオート使わずにこの下のですねエクスパンドというところでブラックポイントホワイトポイントに分けて調整するのをお勧めいたします。ブラックポイントというのはシャドウ部の調整ですね。なのでブラックポイントをこれ右にこうドラッグですねしていただいてもちょっと動かないんですけども、これはですねこのインエーブルにチェック入れないと効果が適用されないので、これは忘れずにチェックしてからですね調整していきます。ですのでこれを右の方にこうドラッグしていくとこれシャドウ部がですね下がっていきますので、コントラストを強めに使いたい場合はこのゼロに近づけるぐらいですブラックポイントを下げていきます。でホワイトポイントですね。でこのホワイトポイントはハイライトのことを指します。でホワイトポイントもコントラストですね、ハイライト強めにしたい場合はこれを今度は左にドラッグしていただくとこれ波形がですね上に上がって
きますので、まあ、ちょっとコントラスト強めの映像にすることができます。でこの Enable をチェック外すと Before After というので確認することができます。でコントラストがですね、まあ、強めが好きな方はですねこれぐらい0から1023の幅にですね収めるようにしていただいて、まあ、ちょっとシネマティックにしたいなという方はですねこの128から896の間に収めるといいかなと思います。ですのでこのブラックポイントをですねもう少し左にドラッグしてこの加減をですね128ぐらいにします。でホワイトポイントもですねこれ右にこうドラッグしていただいて896とかですねぐらいに合わせていただくとこれコントラストがちょっと薄めの映像になります。でこれ Enable ですねチェック外すとこれが何もしてない状態でこれがコントラストを入れた状態という感じになります。ですねこのフィルムで色味をつけていただいてでエクスパンドでですねコントラストの強さをですね調整するというものになります。では続けてプリントですね。プリントの部分ではですねこれエクスポージャー露出を変えることができます。ですので、まあ、露光量ですね、いい感じにしていただいて、で、トーナルコントラスト。なんですかね、トーナルってちょっとわかんないですけど、コントラストですね。まあ、トータルっていうことなんですかね。右に上げていただくと、全体のコントラストを上げることができて、左にすると全体のコントラストを薄くすることができます。で、カラーデンシティっていうのは色密度ですね。これ右の方にドラッグしていただくと、これあんまり変わんないんですけども、まあ、なんか色の密度が変わるというものになります。で、サチュレーションですね。これはサイドですね。サイドは元から100になってますので、まあ、サイドを下げる場合はこう左にドラッグしていただきます。まあ、今回はサイドは100のままやっていければと思います。で、こちらにもですね、コントラストとかあるんですけども、このコントラストの調整と、まあ、どう違うかと言いますと、まあ、こちらのコントラストの方がまあなんかいい感じに調整してくれると。いうものになります。はい、続けてですねこのカラーヘッドに進めていきたいと思います。でこのカラーヘッドは色かぶりの部分ですね。で色かぶりですねこれ左の方にドラッグするとちょっと黄色っぽくなって右の方にドラッグするとブルーになります。ですので、まあ、スコープですね見ていただきながらこの色かぶりを調整していきます。でマジェンタとグリーンですね。マジェンタとグリーンもこうドラッグしながらまあ、スコープはですねあくまでも判断基準として使っていただいてこちらのモニターでですね確認しながら調整していただければと思います。で今回ですねこれノードあまり使わないのでノードはちょっとオフにしておいてで画面広めに使っていきましょうか。でクリップもですね今回デハンサープロでこのクリップだけを使っていこうと思いますのでクリップもオフにしておいてこうなるとですね画面広く見えますので、まあ、ディハンサー使うときはですねクリップタイムラインノードオフにして調整してもいいかなと思います。ですのでこのカラーヘッドでは色かぶり補正をするために調整するというところになります。でこれインエーブルですね一旦チェック外していただいてで通常であればこの色温度ですね色温度の部分とこのティントで調整するかと思うんですけれども、まあ、色温度ティントという2つではなくて3つの項目からですね、まあ、色温度色かぶりを調整することができるということで、まあ、より細かく調整できるというのがこのカラーヘッドという部分になります。続けてフィルムグレインですね。これインエイブルですねチェック外していただくとこれがまあデフォルトの状態なんですけれどもこれチェックしていただくとちょっとザラザラ感が出たかと思います。現在このアマウント20で少しザーザー感が出てるかと思うんですけども、まあ、これ思い切ってですねアマウントを右にやっていただくとこのようにですね思いっきりザラザラした、まあ、粒子状のものが出てきます。まあ、これはいわゆる昔の映画っぽく見せるためにですねこのザラザラ感を入れることがあるんですけれどもこのアマウント0にしていただくと、まあ、この元の映像になります。ですので、まあ、なんか映像をちょっとシネマチックにしたい場合、ちょっと古い感じにしたい場合に、ちょっとアマウントを上げていただいて、でサイズもちょっと上げたりして、まあ、若干ですね、ナチュラルに入れるっていうのがいいかなと思います。で続けてハレーションですね。ハレーションっていうのは強い光で白くぼやかせるというものなんですけれども、これインエーブルですね、チェック入れていただいて、でこのディフュージョンですね、これ右にマックスしていただくと、
これ白くぼやかせるというよりかはですね、なんか赤いラインが出てきます。なのでまあ普段の映像の編集ではあんまり使わないと思うんですけれども、なんかミュージックビデオとかですね、まあなんかエフェクト的に使うときになんか使えるのではないかなと思います。でこのディフュージョンマックス、じゃ例えばしていただくと、このマスクモードですね、チェック入れるとどこにこのハレーションがかかっているかっていうのを確認することができます。ですので、まあ、他のこのタブもですね、右左に動かしていただくと、まあ、どんな感じでですねこのハレーションをつけることができるかっていうのを確認しやすくなります。なのでこのアンプリファイというところが結構強さの調整に使うのかなと思います。でこのスキャッタリングはですね、日本語で言うと散乱という意味なので、まあ、なんかよりなんかぼやかしたいという場合にこれを強めにするといいかなと思います。でインパクトは最後強さですね。なのでこれでマスクモードをですねちょっとオフにすると、まあ、こんな感じでですね、まあ、なんか幻想的な映像を作ることができます。まあ、これちょっとやりすぎなので、インパクト下げて、スキャッタリングも下げて、でこのディフュージョンですね下げていくと、まあ、自然にちょっとつけるというものになるんですけれども、まあ、なんか大きくエフェクトとして使いたい場合に使える機能なんじゃないかなというふうに思います。はい、続けてブルームですね。これチェックですねよく忘れるので、エフェクトをかける場合は先にこのインエイブルとですね、チェックしていただいた方が分かりやすいかなと思います。でこれもですねマスクモードっていうのがありますので、どこに効果をつけているかっていうのを確認することができます。でこのブルームっていうのは、まあ、日本語で言うと咲くという感じで、これもこのディフュージョンですねこう上げていくとなんかちょっと幻想的な感じに仕上げることができます。じゃあ先にちょっとハレーションオフにしておいて、でこのマスクモードでですね確認していきたいと思います。でこのディフュージョンだけだとちょっと見づらいので、アンプリファイですね、これも右にこうマックスですねするとかなり効果をかけることができまして、でマスクモードですね外すと、まあ、こんな感じでですねなんかすごい幻想的な感じにすることができます。まあ、これもなんか、まあ、エフェクト的にちょっと使いたい時に、まあ、軽くかけてあげるという感じでいいんじゃないかなと思います。今回はオフにしておきます。はい、続けてビネットですね。ビネットは、まあ、デフォルトでもですねこのライブラリーの中にビネットっていうのがあるんですけども、まあ、それとは若干なんか違うような感じでビネットを入れることができます。ではまずビネットですね、ちょっと分かりやすいようにエクスポージャーですねちょっと変えてみましょうか。これだけだとちょっと分かりませんね。じゃあ分かりやすいようにこのフィーザーですね、フィーザーをこう左にこうドラッグですねしていただいて、でサイズをですねちょっとちっちゃくしていきましょうか。変わらないですね。あ、これですね、インエーブルですね。これよく忘れるんですけど、これチェックした状態で、そうですね、ビネットを調整するというものになります。エクスポージャーをこう左にドラッグするとこの周りをですね、若干暗くすることができます。それによってですね視聴者の目線をこの真ん中の方ですね見せたいものに集中させることができるという効果になります。ですね、そういった時にですねこのビネットを、まあ、軽くですねちょっとかけてあげる時に使えるのかなと思います。なのでここら辺もまあなんかちょっと感覚的にこうやっていただければと思います。でこのフィーザーをですね一番左にするとこういったくっきりな感じになりますので、まあ、どこにかけてるかっていうのを確認したい時はですねこのフィーザーを一旦左にですねドラッグしていただくと確認できるかなと思います。でアスペクトレーシオもですねデフォルトだとこれぐらいの大きさになっているんですけども、このアスペクトレーシオですねこう変えることによってかけたいビネットのサイズをですね調整することができますので、まあ、例えばこれぐらい横長にかけて、でフィーザーをですねこう右にすると、まあ、若干横長のビネットをですねつけることもできるようになります。まあ、ここら辺はですね好みで変えていただければと思います。はい、続けてですねフィルムブレスというものでまずインエイブルにしてみましょう。でこのピリオドですねこれをまあ1とかにしていただいて、でまずこれエクスポージャーとかですねコントラストとか分かりやすいように全部マックスにしてみましょう。でこれで再生するとこんな感じでですねなんかチカチカさせることができます。
まあ、ミュージックビデオとかなんか大きくエフェクトをかけたい時とかに、まあ、簡単にですねああいうチカチカを入れることができるので、まあ、すごいなんか面白い効果をですねつけることができるんじゃないかなというふうに思います。はい、続けてゲートウィーブですね。これはカメラシェイクと似てるんですけども、この固定している映像に対して、手ぶれ感ですねを出したい時とかに使います。ですのでこれ再生ですね、すると、まあ、これぐらいですねちょっと安定して、撮れてるかと思うんですけれども、まずフィルムブレスをちょっと消しておきましょうか。でこれインエイブルにすると、まあ、若干ですね、クロップといいますかサイズが狭くなります。で再生するとどうですかね。これじゃああんまりわからないと思うんですけども、まあ、ピリオドを若干ちょっと上げてみましょう。あんまりわかんないですね。じゃあトランジションとかロテーションとかも若干全部上げてみると、まあ、こんな感じですかね。ちょっと手ぶれ感を出すことができます。まあ、このクリップだとちょっと分かりづらいので完全に固定してる映像でですね見ていきたいと思いますので、これほぼ固定で撮ってる映像なので、これにまあディハンサープロですね入れて、でこれにですね手ぶれ補正をかけていきたいと思います。なのでゲートビーブですねインエイブルにして、通常であればまあこのようなですねほぼ固定のものなんですけれども、まあ、仮に全部マックスにしてみましょうか。すると、まあ、固定ではなくて、まあ、手持ちで撮影したような感じにすることができます。まあ、なんかあんまり分かりづらいですね。これオフの状態ですね。かけてない場合はこれぐらい安定して、まあ、再生ですねできるんですけれども、これに手ブレをですねかけると若干手持ち感があるような感じで、映像を作ることができます。でこれ OpenFX のライブラリーでですねカメラシェイクっていうのがあるんですけども、まあ、カメラシェイクよりかは、まあ、より自然でかつ、まあ、いやらしくない動きという感じになるかなと思いますので、まあ、なんかデリケートなカメラシェイクみたいなイメージで使っていただければと思います。では先ほどのクリップに戻して、今度はフォルスカラーですね。このフォルスカラーは露出ですね、明るさを確認するために、まあ、ポケットシネマカメラとかにも搭載してるんですけれども、これにチェックしていただくとこのフォルスカラーのですね色を確認することができます。でこれ確認するためのものなのか、まあ、こういった色味で表現するためのものか、ちょっとわからないんですけれども、まあ、このフォルスカラーにチェックしていただくと、まあ、明るい部分はですね、この赤色に近い色になって、で暗い部分がですねこの青色に近い色になるというものになります。で人肌はだいたいここら辺ですね、ピンク色ぐらいになるのが一番いいと言われてるんですけれども、まあ、このフォルスカラーで、まあ、色の確認とかですね、するのではないかなと思います。チェックを入れると露出の確認をすることができるというものになります。では続いてアウトプットですね。でこれはですね全体の効果の強さっていうのを調整することができます。今 100% ですね入っているんですけども、これはドラッグですね左していただくことによって掛け具合っていうのを弱くすることができます。ですのでこれ色味だけじゃなくてビネットとかですね、あとエフェクトも入ってますので、まあ、80% とかにするとほんのり入ると、で0にすると何も入ってない状態というものになりますので、まあ、最後ですねちょっとこれがちょっと強すぎるなと思った時はですね若干下げてみるのもいいかなと思います。ですのでアウトプットに関してはですねこの強さの調整に使っていただけるかなと思います。はい、では最後ですねラットジェネレーターですね。これはこの作った色味をですねラットとして書き出すことができるというものになります。でラットのサイズもですね、まあ、スモールとノーマルがありますが、まあ、今回ノーマルを選んでおいて、じゃ例えばエクスポートラットをクリックします。そして、まあ、名前をですねマウンテンラットにしましょうか。マウンテンラットという感じで、でセーブします。はい、するとこのようにですねデスクトップにドットキューブ形式のですねラットを保存することができます。で例えば他のクリップでですね、例えばこっちのクリップ
じゃあこの最後のクリップにしましょうか。最後のクリップに先ほどこのディハンサーでですね、作った色味をですね適用させたいという場合ですね、まあ、一時的な適用だったらコピー&ペーストとかでもいいんですけども、まあ、今後作っていくプロジェクトとかでもずっと使っていきたいという場合はですね、このラットの中にまあインストールしておいていつでも使えるようにすることができます。ではその方法なんですけども、例えばこのラットをですねデフォルトであるところに入れてもいいんですけども、まあ、自分の場合はこの My Favorite ラットというフォルダを作っています。でラットのインストール方法はこのスペース上で右クリックしてこのファインダーで表示ですねをクリックします。するとこのラットの中が見れるようになりますので、先ほどデスクトップに保存したこのマウンテンラットですね、マウンテンラットをコピーして、でこのラットの中ですね、この直接貼り付けてもいいんですけれども、まあ、自分の場合はこのマイフェイバリットというのを作ってますので、この中にペーストですねします。するとマウンテンラットという色味が入りまして、で入れた後にですねここで右クリック更新とやっていただくと、先ほどのこのマイフェイバリットの中にマウンテンラットが入るというものになります。ですのでこのまだ色を編集してないクリップに対してこのマウンテンラットをかけることができるというものになります。では実際このノードにこのラットをかけたいと思いますが、これをドラッグですね、はい、することによって先ほどディハンサーで作った色味をですね一発で適用することができます。で色味だけではなくて他のエフェクトとかも入っている状態になりますので、まあ簡単にですね他のクリップに適用することができるというものになります。はい、ということでですねディハンサーに関しては、まあ、このような項目がありますので、まあ、ぜひですねいろいろ試していただいて、まあ、なんか使えそうだなと思ったらですね購入を検討していただければと思います。で一つですねちょっと言い忘れたのが、まあじゃあこの何も入ってないクリップですねに今回ちょっともう一度ディハンサーを入れてみて、でまずこのフィルムの色味をですねインエーブルをチェック外して何も入ってない状態にします。でこれがですねちょっと忘れたんですけども、ソニー α7-3 のピクチャープロファイルはシネ4か HLG2 とどちらかで撮ったと思うんですけども、この REC709 っていうのをチューズカメラに変えていただいて、でベンダーの部分でこのソニーを選びます。でカメラのところでこれ α7-3 と 7R3 が選べますので 7-3 を選んで、で最後フォーマットをですねこの HLG2 というのを選んでいただくと、これ、一発ですね色を HLG の色に戻すこともできます。ですのでピクチャープロファイル10のですね HLG2 で、撮った素材とかはですねここで簡単にカラーコレクションすることもできますので、その時ですね、活用いただければと思います。あとこのコーヒー豆の素材ですね、これはポケットシネマカメラ 4K で撮ったローの動画なんですけれども、これもですね例えばディハンサープロをこうドラッグしていただいて、でまあフィルムのデフォルトのコダックの色味をチェック外して、でこのインプットですねソースの部分でチューズカメラを選んで、でベンダーのところでこのブラックマジックデザインが選べるようになっています。でこれ選んでいただくとカメラがポケットシネマカメラ 4K っていうのを選べることができて、でフォーマットがフィルムというのがあります。はい、これを入れることによって初めのカラーコレクションの部分ですね、色を戻すっていう作業をですね一発でしてくれますので、チューズカメラという部分でですね、まあ、ブラックマジックデザイン以外にもキヤノンとか DJI のドローンとかですね富士フィルムとかですね、まあ、いろいろ入ってますので、まあ、そこら辺も活用できるんじゃないかなと思います。パナソニックに関しては GH5 と GH5S が使えます。でキヤノンはですね本格的なこのシネマカメラですね C200 と M50 っていうのが使えるようになっています。で DJI に関してはこの Mavic 2 Pro のこの D-Log ですねと Mavic 2 Pro ではなくて Mavic Air の方の D シネライクというのが使えるようになっています。で富士フィルムですね、富士フィルムに関しては XT3 が選べまして F-Log ですねを使うこともできます。ですので、まあ、これらのカメラをお持ちの方はですねこのインプットのところで簡単に変えることもできるんですけれども、まあ、基本的なこの REC709 を使ってで0から色調整ですねしていただいてもいいんじゃないかなと思います。
はい、ということでですね、ちょっと長くなったかと思うんですけども、このデハンサーというプラグイン、どういう人に向いてるかと言いますと、簡単にですね、色味を調整したいとかですね、あと簡単にエフェクトをちょっとつけたいという方にはですね、向いてるんじゃないかなと思います。$349と結構いいお値段しますので、まずはですね、このダウンロードリンクからウォーターマーク入りのものでですね、お試しいただいて、でもし気に入った場合はですね、その時にですね、ライセンスを購入して、使っていただければと思います。プレミアプロとかですね、ファイナルカットプロって結構いろんなテンプレートとかプラグインがあると思うんですけども、ダヴィンチはまだまだ少なくてですね、こういったプラグインを使うことによって、動画編集のですね、表現方法っていうのはかなり幅広くなっていくかなと思いますので、よければですね、今回の動画を参考にしていただければと思います。はい、ということでですね、このチャンネルではダヴィンチリゾルブやソニーのカメラといった撮影や編集に関するですね、動画を今後もアップしていきますので、興味のある方はですね、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。動画人ターナでした。バイバイ。